平成2年台風第19号は、1990年9月に、紀伊半島に上陸し、日本列島を縦断して、大きな被害を出した台風である。台風は、周雨前線を刺激したため、風害も去ることながら、大雨による災害が目立った。新路図1990年9月13日9時に、グアム島の南東海上で発生した台風19号は、 発達しながら北西へ進み、17日には沖縄の南東海上で急激に成長し、中心気圧890ヘクトパスカル、最大風速秒速60メートルという猛烈な勢力となった。ちなみに、ピーク時の最低気圧は速報段階では910ヘクトパスカルとされていたが、後に米軍機の観測によるデータによって、890ヘクトパスカルに、 訂正された。900ヘクトパスカル未満の中心気圧が観測されたのは1987年の台風9号以来であった。その後台風は北東に進み、19日20時過ぎ、中心気圧945ヘクトパスカル、最大風速秒速45メートルという非常に強い勢力で和歌山県白浜町付近に上陸。 当初は18日にも西日本に上陸するという予想であったが、進行速度が落ちたために19日の20時過ぎにもつれ込んだ。そして、勢力を次第に弱めながら、北陸地方、東北地方を経て、20日12時前に岩手県宮古市付近から三陸沖へ進み、温帯低気圧へと変わった。この台風は、気象庁の観測では平成に入って、 最強の台風の一つでもあったため、気象庁は1961年の第2、室戸台風以来となる強い台風として警戒を呼びかけた。その一方で、11から15日にかけて、州前線が本州上をゆっくりと南下したため、前線が台風に刺激されて活動が活発化し、一部で雷や竜巻を伴った大雨となった。 栃木県美部町、宇都宮市では台風に誘発されて発生した竜巻により、前半海67棟、負傷者25人の被害となった。台風が沖縄近海に達した17日頃から、九州地方や四国地方、紀伊半島などで強い雨が降り出し、台風が通過する20日まで、鹿児島県や岡山県などを中心に、全国各地で大雨が降り、 それに伴う災害が発生。高知県では1時間に70ミリメートルを超える激しい雨が降ったほか、期間降水量は四国地方や紀伊半島の山沿いの一部で900から1100ミ、mm、リメートルに達し、兵庫県豊岡市で515.5ミ、mm、リメートル、愛媛県いよ美島市で569ミ、mm、リメートルとなったほか、 四国地方や中国地方、近畿地方や東海地方の広い範囲で、平野部でも200から400ミリメートルに達した。また、東北地方でも、北部を中心に、帰還降水量が200から300ミリメートルになった。台風が強い勢力で通過したため、高知県室戸市室戸岬で、最大風速秒速43.3メートルを記録したほか、 南西諸島や九州地方から東海地方にかけて一部で最大風速が20秒速30メートルとなった。20日には静岡県色尾崎で8.07メートルの有う疑波を観測している。ちなみに同じく台風19号であるこの翌年の台風が一般的に風台風とされているのに対して、 こちらは雨台風であったというイメージが浸透しているが、両方ともに混同されやすい。なお、この年は太平洋高気圧の勢力が例年以上に強く、秋以降になっても後退しなかったため記録的な断秋となっていた。そのため台風が日本列島に接近しやすい状態になっており、台風19号が上陸した11日後の9月30日には、 台風20号、10月8日には台風21号、12月間近の11月30日には台風28号が類似する進路で、それぞれ和歌山県に上陸した。ありがとうございます。